この IS 人間に奥では取りません。頼み料は乗食券250枚、依頼内容は学園の掲示板で嵐を続ける人物の捕獲だよ。なんつー高い報酬。いいね、ロマンあるっすね。書き込みがあった場所は記録から割り出せてるけど、チリジリだからなかなか個人を特定できないんだよね。報酬が報酬だけに難易度も高い依頼です。オロ、そうでもないですよ。書き込みの内容を分析することで犯人の境遇、性格を相当絞ることが可能です。それだけ多くの手がかりを残してしまっています。なるほど、荒らしすぎて墓穴を掘っていると。葵くんとこんなに喋れて耳が幸せ。はったはった、武力制圧が必要かもしれないから腕に覚えがある人お願いね。230枚。私に武力はありませんが純がいますからね。210枚。武蔵の名前を空に高めてみせるわ。200枚。弓道部の修行にもなるです。オロ、キャプテン譲ってくださいよ。談合は NG です。オロ、194枚。犯人を武力制圧したいんで、おろしやす。じゃあ俺は100枚。それで依頼をもぎ取ってきたと。よくやったキャップ。あまりに相場ブレーカーだと嫌われちゃうかも。俺、あいつらに好かれるために生きてるわけじゃねえし、思うがまま風が吹くままだぜ。つえ、いろいろな意味で半端ねえお方だぜ。10で割り切れる枚数にしたのは正解だね、キャップ。そうだな。ある意味新しい仲間も加わったことだし。私をカウントしてくださりありがとうございます。乗食券は換金もできるからな。それはお前のものだ。はい、マイスター。クッキーがさらに変形するなんてね。私まだこの展開に頭がついていけないかも。おお、なるほど。はい、頑張るわ。川上和子、行きます。源義経たちが転入してから約1ヶ月、クッキーはさらに多くの人と知り合った。その調子だぞ、犬。人に対する好感度がリミッターを振り切ったクッキーはより絆を深めたいと考えた。いいぞ、ワンコ。そしてクッキーは数日前、より人間に近い第四形態へと進化を遂げた。もう一息です。あとなんだっけ。オーバーヒートしちゃった。これまでだね。ありがとう、和子。あとは私が補足説明します。お願いするわ。私は人間全体とももちろんですが、その中でも特に風間ファミリーの皆と絆を深めたいと考えています。都をはじめ皆私をとても大事にしてくれました。だから恋愛もできるその人間スタイルになったと。はい。かわいいよな。クラッときちまうよ。
そう言われると照れるな。これがなければな。でもどんな僕でも受け入れてくれて嬉しいよ。これからもよろしくね。非常識な人が多いせいでな。そうですね。なんだクッキー、俺の隣がいいのか？そういうわけではないぞマイスター。ヤマトの隣がいいのです。愛を学びたいので。ヤマトに懐いてるな。ミヤコといる時間が長いのでヤマトへの興味がつきません。ずっとヤマトのいいところを聞かせてあげてたからね。ドヤ顔だけど、お前これライバル出現なんじゃないか。ミヤコ。いえとんでもない。私はミヤコが大好きです。ミヤコの恋路を邪魔するようなことは断じてしません。ヤマトとミヤコが結婚して私も置いてもらうのがベストです。了承。了承じゃねえだろ。クッキー、なんだかいびつな愛を学ぼうとしてないか？いびつも何もありません。愛は愛です。その通りだ。というわけです。これからもよろしくお願いします。学園掲示板を荒らしているやつを捕まえるんだろう。どうする？書き込んだ場所のリストがあるけど張り込むか？犯人像がしっかりしてないと張り込んでも仕方ないさ。掲示板にリアルタイムの嵐書き込みがあったね。場所を特定するよ。駅の反対側、工場地帯からだよ。うわ、すごい。あっという間に書き込み場所特定しちゃった。こりゃ話が早くて助かるぜ。やるなクッキー。ということでヤマト、もういいぜ。勝ち込んで終わりだ。よし、逃がさないぞ。新技の数々を見せてやる。出陣だ出陣だ。一番やりもらい受ける。おっと、切り込み隊長は私に任せてもらうわ。まだ戦闘になるかわからないというのに元気だな。僕役に立ったでしょ。知識系は任せてよ。本気出せばこんなもんだよ。いた。何すんの。もう丁重に扱ってほしいな。お、仲良しファミリーが仲良くかけっこか。こんにちは、出陣ですよ。くせ者退治です。お出かけですか？怪我しないよう気をつけるんですよ。おーす委員長。今日は変態の橋なのに変態いないな。確かに今日は怪しい人影はいないな。飛んでる人がいる時点で僕たちが変態なんだろうな。さあ、指示通りたっぷり書き込んでやらしてくださいね。任せろってんだ。楽なバイトだぜ。てんちゃん張り切ってるね。私も寝ないように頑張るよ。うんよ、悪口書いて金もらえるなんて最高だぜ。じゃあこれ、来週分の俺が学園行っている間に書き込んでもらう追加指示書ですよ。おっと、その前に渡すもんがあるだろう、この豚が。はいはい、依頼金ですよ。弾みました。お願いしますね。任せな。ほら立つ、この金生活資金にしな。わーい、お刺身が食べられるかもだよ。マジで、うちマグロちゃん食いたい。
最近自前で取った川魚ばっかりだったからね。しかしよ、お前ムカつくやついるならネットなんかに書かずに直接殴ればいいじゃん。僕は君と違って知性派なんですよ。書き込みを見て皆の勉強の手が止まれば最高です。あれ、お前の手も今止まってるけど、それはいいんか。精神衛生上すっきりしてますから能率は上がります。これで僕も推薦が狙いやすくなるというものです。俺がこんなせせこましいバイトやらにゃあかんとは。仕方ねえべ、派手に動けばクッキーに物量でやられるし、それらとやり合える師匠は梅屋の店員と化したしよ。何が麻婆カレーがおすすめだよ、うめえんだよ。ちくしょう、顧客の豚どもから貢ぎ物が手に入るまでの辛抱だよ。入るときはドバッと手に入るけど、手に入らないときは割と長い間ないよな、貢ぎ物ってばさ。豚も苦しい不景気ってわけさ。やれやれだね。あ、なんだろう、なんか変な生き物がいるよ。おっと、見つかっちゃった。でも会話は証拠としてバッチリ押さえたもんね。こいつ機械か。おい、アミネ潜入されてるぞ。ち、侵入者の気配は常時警戒してたか。ロボには気がねえもんな。こいつは油断したぜ。君たちはギルティーだ。ということでチェンジクッキー2、お仕置きさせてもらおう。角度よし、熱源確保よし、クッキービーム。うっ、オープンで乗りしやがる。クッキーからの合図よ、乗り込むわ。この気配、手だれが乗り込んでくる。ずらかるよ。え、バトらねえの。うちのクラブが被服でひ。この計画性のある奇襲、クッキーが関与している可能性もある。あのジジイが来たら立つでも抑えきれない。お、おい、誰勝手に逃げてるんですか。こんにちは。そしておとなしくしてもらうぜ。3年なのか知らないやつだな。金持ちとは羨ましけ。くそ、逃げます。 100m は5秒99。おお、あいつなかなか速いぞ。ではガクト、あいつ捕まえるのに協力してもらうぞ。お、なんだ先輩、何でも言ってくれ。私が編み出した新技、ディメーションチェンジ。成功だ。射程は視界ないってとこか。観念したまえ、チミ。え、あれ、なんで捕まっているんですか。まさか人と人の位置を入れ替える技。地味にすげえな。地味どころか壊れ性能でしょう。奥に行ったクリスたちは大丈夫かな。お前たち、御用だ御用だ。とりあえず攻撃し、ひるんだところで逃げる。抵抗し武力に訴えるならば、容赦せん。クリス、スピンキック。一気に鎮圧してくれる。もう一発キックだ。ゴルフ護身術、防御の構えだボケ。何？おお、クリス渾身の攻撃をさばくとは、相手もなかなか。テンちゃん大丈夫？新手か。クリスには近づけさせない。ああと、危ない危ない。牽制とはいえ私の矢を止めた。川上、川上和子が相手よ。でやあ、おっと、おとなしく逃がしな。師匠のおかげで川上院の技はある程度知ってるのさ。援護するぞカズコ、クッキーダブルレプゾン。なんと、あほだ。なんだよあのロボ。隙あり、正中線三段抜き。やらせねえよ、
連携できるのはお前たちだけじゃねえぜ。ビリビリきたけど、なんのまだまだ。怪我はないか、カズコ。大丈夫、あれで崩れるほどやわな修行してないわ。面白い相手だけど、グズグズはしてらんないね。ほら、さっさとずらかるんだよ、竜、剣。恨みがなければ女と殴り合う趣味はねえからな。覚えとけよ、月の出てない夜だけじゃねえぞ。ああ、みんな待ってよ。お、なんだ、相手逃げてるじゃないか。首謀者は捕まえたけど、実行犯にもお仕置きはしないとな。任せて、弓兵に背を向けるとは。椎名流爆弥フルバースト。待て待て、都、それもいいが、もっときついの行こう。乗り込む前に打ち合わせした大技行ってみようか。ん、それいいね。お、やるんか。よし、格闘、手握れ。ほいよ、握ったぜ。モロ、空いてる俺様の手を握れ。うん、握った。ヤマト、僕の手を。はい、もう握ってます。マユッチ、ミヤコさんの手握らせていただきました。クリスさん、よし、握ったぞ。犬、自分の手を握れ。握ったわ。ほら、クッキーも。ロボの僕がいけるのかな。大丈夫だよ、クッキーなら。ありがとう、ミヤコ。チェンジクッキーフォー。カズコの手握りました。モモよ、受け取ってください。みんなの力が流れ込んでくるぞ、クッキー。名付けて風間ファミリー式ミナデイン発射。そのまんまじゃん。川上院の技にはこんなものもあるのか。綺麗な光の玉。言ってる場合か。お前らボケっとするな。これだけ痛い思いをすれば反省するだろう。やりすぎではないか。すごい爆発だ。生きてるかな。大丈夫、気配はします。相手もすごいですね。ここら一帯を仕切る不良の親玉か。大物だったわけね。今度はまともに勝負したいものだな。あの片目隠れたお姉さんはなかなかのもんだぞ。僕はどうなるんですか。学園の掲示板を荒らしたってことでジェジェに引き渡す。そこで沙汰を受けるんだな。ま、待ってください。出来心だったんです。どうしても S 組に入りたくて、みんなの妨害を。もう反省します。許してください。先輩渡さないと職権もらえないしな。今の謝るカロリーは学長に使ってくださいよ。私も皆さんに混じり力を伝えることができました。言ったでしょ、クッキー、心配ないって。引き続きヤマトの部屋で愛と絆を学びます。えらい目にあった。初めから戦ってよかったんじゃね。そうだぜ、タスネが力を解放してりゃあんな奴ら。いや、応援を呼ばれてる可能性もあるからね。下手したらそのまま連れてかれるよ。うわ、
それは勘弁だね。ケロッとしてるのは立つだけか。ふうか、これからどうすんだ、アミネ。しばらくおとなしくしているしかないね。ま、金はあるんだ。死にはしないさ。あー、ちくしょう。やっぱ真面目に働くしかねえか。いっそ捨てるか、この町。海外行くか？やだよ。好きな人に会えなくなるもん。クキのせいで出ていくってのも腹立つわな。そうだね。もうちょい様子を見るか。ヤマト、ポップコーン食べますか？残念です。そういう表情だと思ったのですが。では、二つほど焼いて、ヤドカリにあげるのは。ヤドカリを大事に思っているのですね。私もそう思われたいです。何か私の体に問題ありますでしょうか？私は今のままで平気ですが、見ているだけで暑いというのであれば、このような軽量化も可能です。今脱いでみて気づきましたが、動きやすいですね。あと開放感があります。しばらくこの格好でもいいですか？ではヤマトの部屋の中でならということで、洗濯されたものを畳むのならお任せを。第一形態の頃からよくやっていたことです。では第一形態に戻りましょうか。はい、そうします。でも他の形態が恋しくなれば言ってくれ。では洗濯物はお任せください。応援します。フレーフレーヤマ。ファイト、ファイト、ヤマト。何か御用があってもいいよう、そばに控えていました。いえ、どんどんサポートして、私はヤマトと絆を深めたい。そうなのですか。ではどうすれば絆を深めて愛を知ることができますか。データ照合、そういう歌がありましたね。まずはお友達でということですね。じわじわ仲良くなりましょう。呼んだ、ダーリン。人が修行している間にヤマトとクッキーの距離感が近くなってる。ミヤコ、これからヤマトの布団を敷くところです。よろしければご一緒に敷いてきませんか？いいね、一丁敷こうか。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。ヤマト、準備できたよ。枕も叩いて柔らかくしておきました。よろしければ川の字で寝ませんか？まあクッキーならそれもありかな。
ご安心ください。第一に優先されるのは都です。ただ私にも愛を分けていただければ、それで。ヤマトはそういう星のもとに生まれているんだね。お察しします。ヤマト、そっか、わかった。じゃあそこはしない。うんうん。友達は足を絡めて一緒の布団で寝るのを許容したり、ましてや首や鎖骨を愛撫なんてしないよ、ヤマト。くく。少しずつ感覚がボケてきたね。このまま少しずつ少しずつ許していってもらおうか。完璧な計画なんだ。ライバルが少なくなるこの夏休みで決着をつける。